どうしようです。いろいろ実況やっていきたいと思います。ちょっとタイマーセッティングしやーす。いきますか。まあこのイーストリアのこの女王様のとこですね。ヘレン。西川ヘレンのところに行きます。まあ女王というぐらいからやっぱ美しくないとね、女王じゃないですよね。やっぱね。はい、どんな女王見せてくれよ。顔見せてくれ。お。ん？むむ、そのメダルは、あなたもしや。ほう。この国、薬草研究してる学者。いました。どこにあるかって？はいはいはい。城の門学者の話は聞き出し？おいたわしや。どこだったっけな。城の門に聞けと。まあ、多分俺場所覚えとんやけどな。まあ、多分イベント発生したらあかんのかな、もしかして。よ。ノーセの南のノフォーの町に。ノフォーの町ね。これですね。やってまいりました。ノフォーの町の、あれかな。奥に研究所だと。あの、明らかになんかくぼんでるとこですね。へこみがあるところ。もうあれが怪しい。うん。おそらくこっちでしょう。多分ね、こっちでしょう。どうでしょう。おそらくこっちでしょうね。あれ？なんかよ。ギアトイペンギンや。ちゃうんかよ。の方かも、普通に。ミスった。ミスったミスったぜい。の方中か。あのくぼみとこ何がおるんやろな。あそこでもなんか出てきそうな感じあったけどな。なんか大型モンスターがあそこ出てきそうな感じしますね。なんか時間帯とか、クリア後かな、わからんけど。親を立てとるって言ったな。これか。あ、こいつや。あ、来た。なんと。お、サイドルソイーストリアの北の山。こんなんあったっけ。イーストリアの北の山にあると。めっちゃ飛ばせな。ルーラー持ってなかったらマジこれ厄介で。ルーラーか一瞬なんやけどな。イーストリアの北に山があると。あったな、そんなセーバー。うーまだ。マンモデウスが。このこっち側に山があるはずなんですよね、確かね。オークか。いらねえ。めっちゃ大事にやりかかえとるな、こいつら。いらんわ。そそ、草と行きますか。あー、そこか。あの、おい、あの、ウルフェン、あいつ、足早いからな。パネスラ。ここですね。おそらく、この上に多分、行けるはず。あ、行けますね、多分ね。えい、えい。行けるこれ。無理やな。え？こっちか。あの洞窟はまた別の洞窟か。逃げる逃げる逃げる。あ、これやな。ありましたね。こっちですね。この上の洞窟はまた違う時行くやつでしょ、多分。おー、やば！グリズリー、バリでかいやんけ。やば。背後から行きますか。北の山にルーラで移動できるようになった。でけえ、グリズリー。おお、やばい、波動砲みたいな下で。うわーって。でけえ、グリズリー。まあ、グリズリーは普通に倒します。ほら！イェイ！おい！オッケー、余裕。まあ、余裕ですね。超大型やで、ほんま。お、ほとんど解放した。行きましたー。さて、行きますか。ここの頂上にサイズ理想があるそうですね。うわ、ガオルジュ。
モスラ。モスラーや、モスラーや。まず右から行きます。忘れたんだな、どこがもう正解か。マジで、これあれか。行かれへんやん、こっち。うざー。天空行ってからじゃ無理ですね、ここは。こういうのほんまやめろって。浮遊場おるやん。なんか微妙なやつ多いな、ここは。なんか捕まえたいと思わせてくれへん。とにかく微妙なやつが多い。何？うお、ぶね！くしゃ。イバドリビ、なんだこいつ。ガンコトリか。名前忘れたけど、ガンコトリかな。お、ホラーな、怪しいね。入りますか。おう、何やらありそうな予感がするじゃないか。おらおら、確認確認確認。あー、これか。大丈夫ね。微妙、これだけ、これだけかよ。もっとええの置いとけよ。トゥトゥトゥ、ガンコ取りには用はないね。逃げます。逃げの光る。夜逃げの光いきます。逃げますよ、俺は逃げます。もう逃げますよ。逃げますよ。さて、前方に行きますか。まあおそらくこっちが外れだと思うんで、こっちの宝箱を取っておきましょう。おそらく外れでしょう、こっちが。なんかあるはず。ん？おう。え、これだけ？まさか何もなしっていう。オッケー、ゲットー。武器。あー、バトラックスでかい。これでかいんちゃう？これ装備できるんちゃう？バトラックス。無理か。バトラックスはどこの装備になるんや？あー、こっちか。バトラックス装備できるのかな？無理やな。まあ、ええわ。まあ、バトラックスよくわかんない。あれ？なんか。ああ、どうせこれこっち。そういうことね。なるほど。オッケー、じゃあ行きます。これボスおったんかな？なんかイメージ。おった気はするけど忘れたな、誰か。あ、ギリ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 。ギリギリギリ。あんま思い出せんな。おったとしても多分。あ、おらんのかな？もしかしたら。お、2個あるぞ。はい、宝箱ゲット。よっ、パカッ。521ゴールド、銅の塊ゲット。鏡石。まあ、この辺は装飾品使うときに、装飾品というか、その、装備強化するときに何かしら使うんで、ライズルソーっぽいな、やけに。この上ですね。多分、まあ、そのまま敵おらんかったかな。ボスいないと思います、多分。ですが、いないはず。ありました。あの奥に輝くは、なんとなんとのさえずり草。敵追ってほしいな。これなんかどっかええのおらんのかな、敵強い敵。捕まえたいのにせっかく。いました。めっちゃ走らせるよな、こいつ。しゃあ、行くぜー。明らか大型モンスターがいそうな感じはするんですが、いない。来た。てててててん。サイズリスを手に入れた。はい、終わりました。速攻行きましょう。もうこのままイーストリア迎えれば多分 OK のはず。ジュワーン、ジュワーン、ジュワーン。多分これジョーに渡したら多分 OK です。あの学者は通す必要ないと思います、多分。行きまーす。ストーリーどんどん進めていきまーす。まあ、この辺は別に特にレベル上げもしなくても OK だと思うんで。効率悪いね、レベル上げ効率が。もっとね、楽に上げていきたいんで、レベルは。力何本ぐらいもある？ 239 か。なんか250か260超えればメタル一撃らしいんで、そこまでちょっと上げたいですね。でーい。むむ！オッケー！よろしく！
まあれやな、なんか西川ヘレンさんみたいな髪型が。なんかいけ、なんで大臣でこの顔なんやな毎回。確かに大臣っぽいけど王様の顔だよね。確かにに、おおマジで逃げー、御縁魔物じゃ。ジョジョ様、声が、おお、声が出るぞえ。わらの声が元に戻った。すげえ、もう。早くあの逃げ草を食わせやがって、お前出てきちまったじゃねえか。もしや、そっちがわらの中に入り、声が出ぬようにしていたのかい。なんか、天竜人みたいな話し方な、ないないないのかい。調子の取るな、こいつ。懲らしめてやろう。ただ、まさかボス戦やと思わんかった、俺は。ザコメが悪魔コンビか。いい度胸じゃないか、この俺に喧嘩を売ってくるとはな。だがお前もどうせ熱心の餌食なんでしょうね。熱心バイキルトでな、終わりやこれは。熱心のバイキルトのコンビが強すぎんねん、とりあえず。うらぁ、よっしゃ、先手いいね。はい、効きません。はい、大したことない。いけ、早く、全然 OK で。うらぁ、すらぁ、強熱心強、こいつほんま強いな。ドラッ、効かんな。ググ、なかなかやりよる。もらった、勝った。はい、俺強い、熱心。経験値うまっ。おお、いいね。熱心最近レベル上がらんからな、全然。HP20、力9、でかい。しかもスキルフォード23、でかい。これでかいっすわ。まあ、これ十分やもんな、正直。眠り切り、メタル切りまで覚えさせたいって覚えさせたいけど、ドラゴン切りとか。捨て身持った強いの、熱心が。ただ。あ、でも捨て身先制攻撃か。まあ、一回攻撃しかできんが意味ないな、あんまり。ほうほう。まあ、ここ上げとくか。ジャーオとは、まあ、ジャーオともメイスをバイシオンはいらんな。やっぱ守備力アップ、とにかく死なないことを目的という目標にね。立ち回りたい、こいつは。バイキルド要員なんで、あいつはもう完全に。ググ、切ってねえぞ、この崖いるなんて、グフ。よしよしよし。強し。強いでー、こいつは。お、見事、見事じゃぞ。そっちは何者じゃ。なんと申す。おう、精霊の使い、光るとな。感謝するぞ、光るよ。代わりにその、ティアラくれ、ティアラを。打って、現金に変えたい、俺は。ダルジャンを思わせる清らかさじゃな。ともかく藁を救ってくれ、礼をせねばならぬな。いらんいらんいらん、もう。これこれそうがっかりするじゃない。おう。あ、これでマンモデウス確か寝るんや、確かあいつ。確かそうやわ。マンモデウスが毒や、これで。あれ歌あんのかよ、聞く。で、これでマンモデウスが私寝るんですよ。確か。よかったっけ。で、マンモデウス飲んで、ところから、あ、ほら、そうや。で、こいつを、伝って、こいつの胃袋なんか入って、確かどっか頂上を目指すね、確か。はい、寝たー。あの女王様すごいな。すごい歌唱力やで、ほんまもう。国歌斉唱歌ってもいいぐらいのレベルやで。寝たー。はい、もうそれ以上の説明はしてくれません。まあ、要はマンモデウスの池と、いうことですね。もうこれはもう完全にね。まあ、近いのどっから近いやろ。ウィストーンからが近いんかな、多分。ウィストーン、ウィストーン、ウィストーンみたいな。ウィストーン。ウィストーンからが近いはず。まあ、スライムナイト買ってたらハートナイト出るんですけど、どうしようかな。まあ、ゲットしてほしいっていう子いっぱいあったんで、ゲットしようかな、ハートナイトだけでもいいから。ハートナイトは強いしね、あいつは。役立つんですよ、何にしろ。持ってたら軽減値稼ぎもいいし、持ってて損しないキャラクターなんですけど、まあ、前回使ってたんでね、俺結構愛用で。
まあ、だからあんま育てる気はないんですけど、どうしようかな。やったらああ、でもどうしようか。まあまあ、とりあえずまあ、コメントでじゃあ、ハートナイト、捕まえるか捕まえないか。まあ何件かコメントがあればハートナイト捕まえようと、次の動画で思います。はい。というわけで、とりあえず今回はちょっと早いんですけど、まあ、切りのいいところで終わって、次ハートナイト捕まえるか、それかまあ、このまま進めていくか、どっちかしていきたいと思います。というわけで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。